久保さん、今回立花さんにしましょうか。なんかね、立花さんのなんかのチャンネルで、なんか1000万稼ぐ方法みたいなね。なんかそ、そんなタイトルがあったんで、ちょっと興味深く見たんですよ。じゃなんかのこうなんかの講演で、まあ3つあると。1000万稼ぐのね。パチプロ、<laughs> パチプロ YouTuber 政治家と。で、どれが一番簡単だとできそうだと思うかっ、つってね。 解いてったんですすけどこれ政治家めっちゃいいいよみたいな <laughs> なんかその船橋市の市議会議員はその、まあ、50名だったかななんか当選できるみたいなんだけどその票をどれぐらい集めればいいかっていうとなんかあのなんだ50名の中に入るためには1,000秒から2,000秒集めればいいだけだから。 うーん市民の250分の1の1票を集めればいいと。で、実際になんかその、なんだ、あの、えっ、ー、と、犬とか猫の殺処分は反対だって言ってた人が通ったらしいんですよね。で、なんか、とりあえず、これはやだ、これはあれだって言えば、通るかもしれないと。ぜひ、N 国投へみたいな、なんかね。 で、しかもなんかその、なんか年間80時間ぐらいしか働かんみたいなね。めちゃめちゃ楽っすよ、みたいな言ってて。<laughs> だからなんかあの、しかもその、お金もそんなかかんねえって言ってね。政治家になりませんかみたいなね。なんか、議員にならないですかみたいな言ってたんですけど。まあ、なる人はいないでしょうね。多分あんまりね。うん。だから立さんってやっぱすごいなと思うんですけど、 知ってることを行動に移せるってことですよね。簡単にもう稼げる。し知り、なぶそこのね、まあ、僕もそれ聞いたんだけど、議員にはなりたいとは思わないんですよ。でも簡単に稼げるっていうのを知っていて、それをストレートにできるわけじゃないですか。だから知識が勉強して、あ 政治家になったらこうなってこう,こういうお金集めもできるんだとかなんかいろいろ知ってすぐ実行できるんですよねこれがすごいですよねうんでもあそこの会場で多分1000万欲しい人はみんな1000万欲しいと思うんですよないよりあった方がいいですよねであ議員になるとなんだあそうなのかって知ったわけじゃないですかまあ僕も知ったんですけど動画を見てねでもそこにアクションしようとは思ったんですよね うんまあ、何が言いたいかっていうと、あのー、人生生きていく上で何かを叶えていく上で知ったことをどれだけ実行できるかが結構人生の鍵なんじゃないかなと思うんですよ。僕はすみません議員じゃなくてネットビジネスをやってるので、まあ、ずっとネットビジネスをやるんだけどもだからネットで稼げるみたいなのみんな知ってるわけじゃないですか。 知らないってことはさすがに皆無だと思うんですよね。ネットを使ってお金を稼いでる人、特に今 YouTuber があの表情に出てきて、いろいろ派手にやったりとかしてますから、ネットを使って稼げる、稼げるか稼げないかは、稼げるっていうのは知っている。ただ自分でもできるかどうかっていうところであって、でも知ってるわけじゃないですか。だかその議員も、あの、なんだそ,それ、それでいけるよみたいな。 でも自分がじゃあ議員としてやるかみたいなね。まあそうは言っても通るかみたいな話ですよね。うん。だからまあ知ったことをどれだけ実行できるかっていう、まあぼさんも麻雀店やってたけども、ネットで稼げるらしいぞって知ってね。最初はスマホアプリでしたけど、スマホアプリなんか良さそ,そうだなみたいなね。で、すぐやってみたりとか。 だからやっぱ知ったことをこう実行できるかできないかっていうのが人生の境目なんじゃないかなと思いますね。うん。これ結構ね、うん、大事な部分じゃないですか。うん。多くの人はその人生が変わらない理由って知ってるけど実行しないっていう。多分そこだけかもしれないですね。いってらっしゃい。